どうも、ナヤです。今回のテーマはこちら、じゃじゃん、実関数の積分への応用となります。今回は三角関数の実関数の積分、これを複素関数論の観点から解いていきたいと思います。めちゃくちゃ面白いので、ぜひここでマスターしましょう。では次の動画をどうぞ。はい、では早速複素関数論の第18弾、実関数積分の応用ということで、こちらですね、三角関数の実関数ですね、これを複素関数論の力を使って導出する、計算していくっていう方法を皆様にご紹介していきたいと思います。はい、まずこういったコサインとサインで表現できる、またはもうタンジェントですね、それで表現できるインテグラル0から 2π までの dθ、 こういった形をした実三角関数の積分は複素関数の周回積分に置き換えて計算ができるという面白い性質を持ってます。はい、例えば積分経路をこのようにですね、 z 対 1z イコール1のように複素関数の世界で考えます。すると z イコール e の iθ 乗となりますね。そして θ は0から 2π までとなって、ここ両辺を微分すると dθ イコール iz 分の 1dz、 このように置き換えることができます。これは dz イコール i の eiθ 乗 dθ、 これで dθ について解いたらこのようになりますね。そして e の iθ 乗をまた z に戻してあげた形となってます。はい、そして E の iθ 乗は cosθ プラス isθ でしたね。これはオイラーの公式によって出てきました。はい、こちらオイラーの公式はこちらの動画をご確認ください。したがって E の -iθ 乗というものはド・モアブルの定理によりこのように変形することもできます。したがってこの2つの式により cosθ と sinθ について解いてあげるとこのようになりますね。はい、そしてお互いにこのように2分の1かっこ z プラス z 分の1、そして sinθ の部分は 2i 分の1かっこ z マイナス z 分の1となっております。はい、以上からここですね、 cosθ と sinθ という部分は2分の1かっこ z プラス z 分の1、 2i 分の1かっこ z マイナス z 分の1、このように置き換えることができますね。そしてここ周回積分 c ですね、ここの0から 2π まではこのように周回積分で置換できます。はい、例えば具体例を解いてみましょう。先ほどのように z で置換するとどのようにいいことが起きるのかっていうことなんですけども、まず先ほど紹介したように次のように置きますね。はい、そして cosθ というものは2分の1括弧 z プラス z 分の1、 sinθ というものは 2i 分の1括弧 z マイナス z 分の1でした。以上により余式のインテグラル0から 2π の2-sinθ 分の 1dθ というものは次のように z で表現されることからこのようになりますね。そしてこちらですね、ここ iz 分の1、これを忘れないようにしてください。したがってこれを計算すると iz をここにかけてあげますね、分母全体にかけてあげるとこのようになります。 4iz マイナス z の2乗プラス1分の2です。これの周回積分 c ですね。はい、そして分母にマイナスをかけて、分子にもマイナスをかけて整理してあげるとこのようになりました。そして複素数の範囲で因数分解してあげます。はい、出ました。このようにカッコ z マイナスカッコ2プラスルート 3i カッコ z プラスカッコ2マイナスルート 3i となりますね。それ分のマイナス2です。これの周回積分ですね。はい、余式っていうものはこのように変形することができました。はい、よって得意点は z イコールカッコ2プラスルート 3i と z イコールカッコ2マイナスルート 3i ですね。しかしこの積分経路ですね、この z 対 1z イコール1の中にあるのは z イコールカッコ2マイナスルート 3i ですね。はい、このようであることがわかります。こちらは1以上になって飛び出てしまいますね。はい、また z イコールカッコ2マイナスルート 3i というものは第1位の極ですね。はい、したがってこちらの部分の流数を求めたいと思います。はい、こちら
流数の公式を導出する方法はこちらの動画でご紹介していますので、ぜひこちらの動画で流数をマスターしておいてください。めちゃくちゃ便利なので。なので流数のこの公式を使うと、はい、この z イコール 2-√3i のレス fz っていうものはこのように計算ができますね。はい、ここです。第1位の極なので、この n の部分は n イコール1です。今回はなので0回微分です。なのでここの fz と z-α の部分ですね、それだけが来てます。はい、 fz っていうものはここでしたね。こうです。以上から次のようになりますね。リミット z イコール括弧 2-√3i 括弧 z マイナス括弧 2-√3i の括弧 z マイナス括弧 2+√3i括弧 z プラス括弧 2-√3i 分のマイナス2です。はい、するとすぐにここが約分できますね。したがってここの z には括弧 2-√3i が入ることから次のように表現できます。そして2と2は消えてマイナス √3i が2つ出てくることからマイナス 2√3i となって、上のマイナス2と約分できて結果的に √3i 分の1となりました。よって流数の定理ですね。はい、こちら流数の定理もしっかり確認しておきましょう。この流数定理により、はい、次のように周回積分というものはこのように 2πi かける流数でしたね。したがって 2πi かける √3i 分の1で i が約分されて √3 を上下にかけると3分の 2√3π というふうに出すことができました。はい、以上からここで様式の実関数の三角関数の積分ですね、インテグラル0から 2π の 2-sinθ 分の 1dθ というものは3分の 2√3π というふうにしっかりと出すことができました。いかがだったでしょうか。今回は実関数の積分の応用ということで、三角関数の実関数ですね、そちらの積分を複素関数の力を使って導出していくという方法をご紹介しました。次回は有理関数の実関数の積分を複素関数の力で解いていきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。